身元が確認されたのは香川県丸亀市の川口洋介さん千葉県松戸市のぬで島優さん東京都葛飾区の加藤七菜子ちゃんの3人です3人はいずれも水死だったことが分かりました第1管区海上保安本部は残りの8人についても乗客か乗員とみて身元の確認を急いでいます海上保安庁のヘリコプターが上空からの捜索を続けています 事故発生から4日目昨日は一人の発見者もいませんでした一方斜里町では今日も海上保安庁のほか地元の漁業者などによる捜索活動が続いています観光船「カズワンが消息を絶った現場海域からさらに沖合に流されている可能性が高いことから捜索範囲を拡大しています国交省は捜索活動が北方領土周辺まで及ぶことについて ロシア当局かからら同意をを得たことを明らかにしていますまた、昨日から行われている現地に集まった家族への説明会に観光船の運航会社の社長が出席するとの情報もあります観光船の当時の運航状況や今後の会社の対応方針などについて説明が求められます。